チャオ、あっちゃんです。今日11月の26日月曜日、あっちゃん家の晩ご飯の後の出たタイムは、この前、京都で買ってきた、八橋優子の、いちごの方を食べます。まだ食べてなかった。食べましょう。お食べじゃない、優子。お食べは違うメーカーやね。上がね、自分の部屋に戻ったんで、また届けてあげましょう。はい。ということでね、これね、5個あるんで、あっちゃん1個、あと2個は子供ちゃんが2個ずつで。はい。なんでこれ、なんでこれ、2個あげといて。では、いただきます。あ、八橋もミルキーで、ニッキが全然入ってないね。ミルク八橋で美味しい、甘い。でもこういうね、お食べとか優子とかこういう八橋系でニッキがダメな人結構ね、あっちゃんも子供の頃そうやってニッキの味が嫌で八橋嫌いやったね。昔はもう粒あんとニッキの八橋がデフォルト、もうそれ以外なかったんよ。今はチョコとかいろんな出てんねんけど、生ってないの？生です。皮だけ？いや、ここもちもちしてるやつよ。なんか食べてじゃないよ。なんかちょっと浮いててさ。まあこれ、ここちょっと開いてるやつよ。こんな感じ。知らんそんな。これで、やけどこれミルクの八橋やから全然変な癖がないから、多分無理な人でもいけると思うね。お土産とかにはこんなにいいんちゃうかな。好き嫌いあると思うからね。はい。で、いちごあんとこ。いや、美味しい。これいいわ。うん。いちごのね、種のつぶつぶも入って、ほら。見えるかな、つぶつぶついてる。種がね、プチプチするね、食べたら。おいしい。うん。うん。八つ橋はね、京菓子はね、優しいねん。こうズドーンってくる、うん、パンチはないんだけど、優しい、癒されるね。うん、ね、お菓子を食べて癒されたいなって思う時は京の和菓子なんかおすすめです。はい。でも好きなんだ。うん、また12月から京都行こうかな、うん、0系新幹線の座りにね、兼ねてまた鉄泊行くか、そうか、もう京都どっか違うとこ行く。嵐山も行きたいね。嵐山で食べ歩きしたいね。もうこの前テレビでね、嵐山の食べ歩きでゴミが増えてるとか言ってなんか言ってたね。ちょっと悲しくなってさ、いや何が悲しいってね、観光地ってゴミ、まあ仕方ないっちゃ仕方ない、言ったらあかんねんけども、でもあっちゃんはね、観光地にゴミ捨てるのは嫌いなんよ、はっきり言って。で、持ち込みゴミ、お弁当持って行ったりとかおやつ持って行ったりね、ゴミを捨てるのは嫌やね。でも観光地で食べ歩きをやってゴミが出ないわけがないやん。やっぱり紙包みに包んだりとか、やっぱりね、食べるためにそのままどう取って渡さへん、紙に包んだりたこ焼きなんかでも船に入れたりするやん。それ持って食べ歩きしたらどうすんのこれ。捨てないとあかんやん。せやのに京都のね、なんか役所がゴミ箱を撤去したらしいね。ゴミが増えるからゴミ処理が大変やんって。で商店街の人たちが自分たちで有志がゴミ箱を置きましょうって、ゴミかごを置きましょうってゴミかごを置いたんね。ほんだらやっぱみんな捨てていく。1時間に1回満タンなんねって、大変やねって。でそれでも黙ってやりゃいいと思うんだけど、それをテレビで結構迷惑やみたいなことだけど、そんだけ物売れてんねんからゴミ出て仕方ない。商店街で物売ってんねんからゴミ出て仕方ないから、そこはちょっと違うと思うねん。観光客さんから潤わしてもらってんのに、それを言うのはちょっと違うなと思って、ちょっとがっかりしたんよ。そうじゃなく、やっぱり観光客が来てね、食べ歩きじゃなくよそから持ってきたゴミを捨てられて困るっていうのはやっぱ分かるよ。でも自分たちが食べ歩きを推奨して、ね、物を買ってもらったらそこのお店の前に座って食べるわけじゃなく、食べながら歩いて観光してもらって、ここのお店ここのお店ここのお店って食べていくのに、各お店にゴミ箱を置いて処理するのが当然ちゃうんかなって、それがそこの商工会ちゃうんかなって、商工会会長がちょっと愚痴ってた見てテレビで、ちょっと違うなって思って、その気持ちががっかりしたね。じゃなく、もっとこうなんていうのかな、観光客来てもするとか、そうそう、もう一つがお店の中がすごい人やねんて、お店の中を通っていって買ってる人を押し出すぐらいの勢いで来んねんとか言って、観光客来て迷惑やみたいなこと言ったら、いや迷惑っていうか観光客で成り立ってんねんから、そこは嘘でも言っちゃダメでしょって思ったんで。ちょっとだからそういうのを見てしまったからね、嵐山がっかりしてしまって。でも嵐山綺麗しいいところやし行きたいねんね。もともとやっぱりうちのお母ちゃん側の実家は京都やからね。で京都もやっぱりこう押していきたいねんけどもやっぱあっちゃんから見る、奈良県民から見るね、奈良県民代表で言うと怒られるかもわからないけど、奈良県民から見る京都ってね、観光地化されすぎてるって思うね。観光客ありきやねん。奈良はそうじゃなく、観光客って言っても一部奈良公園はそうかもわからへんけど、もう奈良は、ちょっと下ったら、南下してきたらほぼ観光客はいてません。はっきり言ってね、奈良県来てなんで秋神社、うちの近く秋神社行かへんのっていうぐらい厳かで素晴らしい神社やねんね。のに人が大晦日元日誰一人いてません。月1日とか5日にいても誰一人いてません。あっちゃんあそこにお参り行ってね、ほぼ人と会うことはありません。でも元伊勢って言われて、伊勢神宮の伊勢神宮を建てるために、天照大神は全国行脚をして、ここに建てようってなって建てたんが秋神社やね。で秋神社はここがすごく土地がいい、だから建てましょうって建ててんけども、海が見たいっていうわがままで伊勢行ったっていう話でね、逸話やねんけど、まあ、それはほんまかどうか知らんでっていう伝説が残ってる元伊勢って言われる神社やね。なんで伊勢神宮にあんだけ人がいて、伊勢神宮は参拝がどうとかこうとかって言ってっていうね、言ったらちょっと聞いてんけども、伊勢神宮は衣装、ちゃんとした衣装じゃないと参拝させてくれへんとか、お祓いしてくれへんとか聞くけど、そんな偉そうなことする神社、言っちゃ悪いけどね、神社と神様のね、仏様っていうのは亡くなった人が神様みたいになってるから、だからなんで自分の子孫とかに戒めを与えたりするけど、神様ってね、八百万の神って言って、全ての人を受け入れる、全ての人に罰を与えるんじゃなく、全ての人を幸せにしてあげたいっていうのが神様なのに、そんなね、あなたにはしませんとか言ってるのは神様じゃなく、そこに仕えてる人間のエゴやと思ってね。要は伊勢神宮も言っちゃ悪いけど、観光地化しすぎて観光客ありきでいてるから参拝客をより好みしてるんちゃうかなって思ってしまった。ここは神主いてません神主すらおらへん、もう寂れた神社やけど元伊勢なんで、そういう素晴らしい神社があんのよ、奈良県にはいっぱい。だからそういうところを本当に観光してほしいし、逆に観光地化されてないから、来て何を買うとか何を食べるとかじゃなく、本当にお参りとか、本当に奈良の素晴らしいとこ見てもらうためにっていうので、ね、来てほしい。飛鳥なんかでも、飛鳥の有名どころ、観光客とか遠足とか修学旅行で来て飛鳥へ来る人たちもいてるけども、飛鳥回ってるけど、実はみんなが飛鳥でここここここって言ってるスポットじゃない、隠れたスポットがあるのよ、飛鳥にも。それが奈良県なんね。だから全く観光地化されてない。それは何かっていうと、奈良県民の県民性にあんね。まずね、大阪食い倒れ、京都は木倒れ、奈良は寝倒れって言って、大阪は食い倒れ、食べるための商人、日本の台所って言われた大阪、京都はもの着倒れ、着るもので一回離散するっていう、着るものに贅沢にかけるしてね。だから食い倒れにしても着倒れにしてもお金がかかんねん。だから観光客を求めてお金を入れないとダメだけど、奈良県寝倒れ、寝るだけです、寝てるだけです、奈良県民寝すぎて収入がなくて倒れますそんな県なんで観光地化あんまりされてない。唯一観光地って言われてる奈良公園でさえ、お土産屋さんが4時に閉まりますやる気ねえ、そんなとこなんです、奈良県。はい、奈良県民自虐が好きなんです。はいまあね、そういうところで。ただ奈良県民はプライドは高いです。言っちゃ悪いけど、京都の人って奈良をバカにしています。大阪の人、京都の人は歴史がどうのこうのバカにしています。で、大阪は関西の中心大阪いうて奈良をバカにしています。でも奈良県民は日本は奈良から始まりって全国をバカにしてます。みんなそんなバカにし合いしてんねんけどもね、結局だから奈良県民はそういう観光地化してない。だから逆に観光地化してほしくないのよ、奈良県は。寝倒れみんなもう寝たまんまでいいの、今の現状でいいねんけどね、はい、だからちょっと嵐山のその話を聞いてからごめんね、京都のお土産の話やのにそんな話になってしまうんだけども、だからまあでもあっちゃん京都嫌いじゃないし、うちのねお母ちゃん側の実家京都やからね、京都行ってまた京都もいろいろね紹介していきたい。だからそういうね嫌なことをテレビでやったけど、そうじゃなく本当にいいところを見つけてきて紹介したいと思います。もちろん鉄道博物鉄道博物館、京都鉄道博物館、あれは11月の17日紅葉真っ只中、京都駅はもうごった返すぐらいの観光客、改札出た瞬間にね動画でもあったと思うけど、えらい人やったでしょ。もうバス乗り場なんてすごい渋滞、今なんか土日なんかやったらバス3台乗りすぎさんと乗れへんっていうぐらい混むらしいね。そんなバス停の中一発で乗れて座れて、で京都鉄博で降りて、で京都鉄博入ったらこれ混んでるかなと思って入ったら意外と空いてて、穴場なんです京都でも。はい。ということでね、そういうところもいっぱい京都にもあんねんね。あと全てが観光地化されてないところもあったりするね。だからそういうところをうまく、京都も紹介できたらな。あっちゃんはやっぱりそういう隠れスポットを紹介するっていうのがあっちゃんに合ってんのかな。メジャーどころっていうのはちょっとどうかなと思いながらも清水寺行きたいあっちゃんでした。はい。ということで、今日のあっちゃんの、夕ご飯の後の、おやつタイムは、八橋本舗、井筒屋八橋本舗の優子でした。はい。ということで、今日のあっちゃんの、優子のいちご味でした。はい。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯の後のおやつタイム、この辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさま。ということでね、京都もいいけども、奈良にも来てください。はい。観光地化してないけどもね、奈良県こんなとこやなって。だって、奈良県にみんな来てほしいから、奈良の、オフ会来年は増やしていきます。もちろん1月から始まる1月29日、あっちゃんの、ちょっと大きめの、2019年一発目になるかな。オフ会というかみんなで集まりましょう。もしかしたら一泊になるかもわからない奈良の、若草山焼き、ね、まだまだ2ヶ月先ね、動画で1ヶ月言うてもだけど2ヶ月あるんでね、ちょっといろいろプランを立てていって、もしかしたらあっちゃんもお泊まりしてみんなと付き合いして飲みましょうよ。でもただ奈良県は終わるのが早いよ。ということで、今日のあっちゃんの夕ご飯の後のおやつタイム、八橋本舗、井筒屋八橋本舗の優子でした。よかったよと思ってくれたら高評価、応援、コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。